ずかしい、ね。で、その溢れてる金魚愛、ちょっと語ってくださいよ。うん、そう。金魚ね、まあなんせ結構小さい時から好きやったんですよ。25歳ぐらいの時に、なんか友達がお客さんのところでランチューっていう金魚を持ってきたから、お前もいらんけみたいなって言われて、金魚鉢開いてるしもらうわ、はいはいはい、言うてね、買うの好きやし、はいはいはい、でこうたんすよ、ほならなんかすぐ死んでまいよって、何や、こんな難しかったっけみたいな金魚になって、ほんで、なんかこうこうこうで死によったわ、で、これ死によったって言うてんの死によったわって言うたら、まだ持ってくれはったんです、はいはいはい、ほんでまたもらって、買ってたら体にね、なんかプツプツができて、はいはいはい、で、また死によったんですよ、はいはいはい、なんや、でこんな難しいんけと思って、で、僕そういうのすごくこう調べたくなるから、で、調べたらなんかまあ病気が分かって、そういうことやったのか、で元よりランチューって難しいねんなと思って、ね、背びれないしおもろい金魚はいて、だん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 この魅力にこうハマっていったんです。なるほど、ほならまあそのもう開けドアみたいな感じで、そのランチューのこうもう奥行きのこうもうすごい奥行きが見えてきて、なるほどね、やっぱみたいな話になって、はいはい、そっからこうね、滋賀県で、ね、ランチューばっかり買ってる店探そうとかね、いろんなことしていて、ある店に行き着いたんです。ほう、ほなここが、なんかその金魚伝承っていうね、こんな本あんのっけみたいな本を置いてかはって、でそれを買って見たら、静岡県何々市の何々とか、こう匠が紹介されてるんです。なるほどね。の中にめっちゃすごい金魚見たことないランチューがおって、はいはいはい、まあ、なんせランチュー、はいはい、でおって、うわやばいと思って、まあ、いろんな貝があって、滋賀県にはなかったんやけど、はいはい、でこれで僕静岡まで、はい、行ったるって、アポなしで行ったってこの貝の会長のとこまで、ほんで「あすいません、ちょっとこうこうで」な、何や自分」とか言って「どっから来たんや」って「滋賀県から来ました」「滋賀県!」ってなって、ほんで「何や」言うて「金魚伝承を見て会いに来ました」ほんなら「まあまあ、こんなこと帰れ言えへんし、まあ、今日見ていくか言って見せてくれはったんです。なるほど、浜松の会に入ることになって、ランチューの魅力にハマっていくんですよ。で自分が種親っていうかね、まあ言ったら親ですよね、親を飼って自分で産卵させて、こんな針みたいなね、はいはい、2ミリぐらいのこの針みたいな金魚を11月の3日の文化の日に全国大会があるんだけど、それに向けてこう飼育しらすんですよ。でもうどん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 その過程でやっていくんやけども、初年度は11月3日たどり着く前に全滅、滋賀県で一人でやってたから、はいはいはい、浜松でもちろんお師匠さんっていうか、その、教えてもらう人いたけど、当時そんな分からへんし、やっぱうまくいかなかったんですよね、でまあ5年目ぐらいにやっと所属する会の中で、まあ、洗面器が30何個ぐらい並んだんだけど、その一番上がトップなんやけど、その30番目ぐらいに乗ったんですよ初めて。あ、乗ったんすか。乗った。もうそれが嬉しくて、目黒でもわーわー書いて、やっと乗ったー言うて。なるほど。だけど、まあ、そこからもう、まあ、ちょっと次のステップで、次はやっぱり20番目ぐらい真ん中に乗ろうとかね、いろいろ目標を持ってやってたんやけども、まあ、ちょうどやっぱ事業をやるきっかけになって、しばらく1年ぐらい並行してやってたんやけど、はいはいはい、やっぱ無理やなと思って。はいはい、やめざるを得なかったんですよね、うんうんうん、そう。ほんでそうこうしてるうちに事業やってて、事業おかげさまでね、順調にこう立ち上がっていったんやけども、儲かって知らないですもんね。儲かってんのこれ知らないですけど、うん、僕もよう知らないの。やっぱ金魚のことはあんまり忘れへん、はいはいはい、どっかで思ってて、で本とかまあ何やかんや見てんねんけど、
そしたらちょうど中国の金魚が観賞魚ですごいぞみたいな話にちょうどなってて、はい、ほならバーってこの中国の金魚観賞魚、うん、ほんでブリーダーがどうのこうの、うん、ほんで中にこう同い年の新星が現れるとかいろいろなっていってる中で15年の月日が経ったんです。ほんでまあおかげさんで僕の時間もやっと空いてきたから、うんうん、よっしゃ再開しようっていう時にそのタイのビジネスでつながってる事業所さんからのこういう相談やったんです。前さんのルーツが実は金魚やったんですね。そうでもないけどねでもそこに戻ってきた感はありますよね。戻ってきた感はある。やばいっしょやばいっしょ、こいつよで、相変わらずこの番組は、金魚愛あふれる、前さんの金魚の世界を皆さんにお伝えしている番組なんですけど、まあ、一人でも多くの方にねこのタイの金魚の魅力が伝わってですね、みんなが飼いたいなと思ってもらえたらめっちゃ嬉しいと思ってますね。まず番組が面白かったらですね高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。